はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ウルトラマンオーブデラックスウルトラフュージョンカードホルダーとウルトラヒーローオーブウルトラマンオーブです。はい、第1話から紅ガイが使ってたフュージョンカードを入れるホルダーですね。これもオーブリング同様にオーブマークが目立ってて、なかなか見た目も派手ですよね。新しい装備シリーズのウルトラヒーローオーブは定価600円で、 X の時とサイズは変わってないんですが、今年は材料費高騰の煽りを受けてライブサインもついてませんし、カードの付属もありませんから、実質100円値上がっちゃいましたね。カードホルダーに付属のカードはウルトラマンティガのスカイタイプが入ってて、裏側には遊び方説明ですね。今回のスカイタイプとマックスをフュージョンアップさせることで、ウルトラマンオーブスカイダッシュマックス、かっこいいスピードタイプっぽい見た目になってて、現時点ではマックスのカードは発売されてませんから、まだ音声を楽しむことはできませんね。ではレビューしていきます。まずはウルトラヒーローオーブのウルトラマンオーブスペシウムゼペリオン。今回のソフビシリーズの名前はウルトラヒーローオーブですから、オーブ系しか発売されないんですかね。まあ、これまで散々500シリーズとかで一通り出ましたから、フォームチェンジ系のみ出る感じですよね。ちなみに怪獣はおそらくこのサイズは出なくて、すべてウルトラ怪獣デラックスサイズで発売されると思います。こっちにはフュージョンカードが付属しますね。まあ、定価2000円ですからね。そしてスペシウムゼペリオンをぐるっと見回すとこのような感じ。色分けは価格の割にかなり頑張ってて、割としっかり入ってると思います。可動はこれまでと共通で、腕がぐるっと動くのと腰の可動、胸周りのカラータイマーのオーブマークもメタリックカラーが綺麗ですし、顔の塗り分けなんかもそこそこ細かいですね。個人的には去年の X のベースのシルバーカラー表現が好きだったので、今年もそれがちゃんと継承されてて、ここはかなりいいと思います。列伝最終回はこういう並びでしたけど、いつかはこうなりますかね。そして X と銀河と比べても特にプロポーションの変化はありませんね。正面と横の比較はこうで、後ろはこんな感じ。ウルトラ怪獣デラックスと比べるとスケール的にはちょい小さめですね。ちなみにソフビはライブサインがついてない代わりに IC チップが入ってたりとか、そういう隠しギミックはありませんでしょうか。はい、反応なしですね。当たり前か。まあ、でも来年あたりとかに銀河スパークとオーブリングが合体したようなソフビで非接触変身とか、そういうアイテムも登場しそうな感じですよね。そしてウルトラフュージョンカードホルダーの中身はこうなってて、カードホルダー本体とウルトラマンティガースカイタイプのウルトラフュージョンカードです。まずはフュージョンカード、表側と裏側、マルチタイプと比較するとポーズ的なものは全く同じで、下のカラータイマー部分も属性こそ違いますが、胸の柄部分は同じですね。ベースカラーはイエローからブルーに変わりましたから、発光色はブルーです。スペックも細かく変わってますね。速さが高い。そしてカードホルダー本体ぐるっと見回すとこのような感じで、正面、横、上側、下側でブラックの成形色をベースにシルバーメタリックの塗装がめちゃくちゃ光ってますし、すべてメタリックカラーですから、見た目めっちゃかっこいいですよね。形としてはオーブを意識してて、ここがカラータイマー部分で、このあたりが胸の柄ですね。ここが頭かな？頭部のこのパープル部分とその周りのデザイン。オーブリングとのサイズ比較はこんな感じで、同じ紅ガイが使うアイテムということで、ちゃんと統一感ありますね。後ろはかなり大きめのクリップ式になってて、パンツとかにスッとはめることで、そのまま装着することができます。で、ホルダーの開け方は、ここに出っ張りがありますから、スッと横にずらすと開きます。目いっぱいまで開けると、ガチッとロックされますから、この辺もすごくしっかりしてますね。で、内側のモールドはこんな感じで赤ラインもそのまま入ってます。カードホルダーには20枚のフュージョンカードを入れることができますから、スッと入れて、閉めれば、
綺麗に保管できますし、使うときはスライドして、スッと出せます。この感触、すごいいい。僕はすでにフュージョンカードはスリーブに入ってますが、このタイトなスリーブだったら、このまま入れることは、ギリかな。引っかかりはありませんけど、なんとか入ります。10枚ぐらいはいけるかな。というか、10枚も今、ありましたっけ？スリーブに入った状態で9枚で、でもまだスペースがありますから、13、4枚ぐらいはスリーブに入れた状態でも入りそうな感じですね。で、これでもしっかりと締めることができますし、スッスッとこのまま出して、データカード出すゲームで使うことができます。うん。優秀優秀。ちなみに重さはすっごい軽くって、本当に持ち歩きもできますし、一応はフュージョンカード用の公式バインダーも発売されてます。それではティガスカイタイプの音声確認。うん。ちゃんとスカイタイプって言ってくれますね。トリガー。はい、ティガの変身音が鳴って、声とかは特に変わりません。さらにトリガー。必殺技も、ゼペリオン光線のままですね。とりあえず現時点でマックスはありませんから、スカイダッシュマックスのこの音声を確認することはできないんですが、例えば、ティガスカイタイプと初代マンを組み合わせて、スペシウムゼペリオンスカイタイプとか、そういう音声はなるんでしょうか？検証してみましょう。ウルトラマンさん。ティガスカイタイプさん。はい、両方ともブルーに光りました。光の力、お借りします。さすがにスカイタイプとは言いませんでしたね。トリガー。はい、必殺技も変わってはおりませんが、一応はティガスカイタイプでもスペシウムゼペリオンに変身はできました。それと前回の音声検証の動画のコメント欄で3枚同時にリードすることができる組み合わせも教えていただきましたから、それもやってみましょう。タロウとマンとメビウス。これが3つ同時にいけるそうです。では、メビウスさん。ウルトラマンさん。通常は3枚目を読み込ませようとするとエラー音が出ます。タロウさん。おお、いった。いきましたね、本当に。そして赤と青に光ってフュージョンアップ。個別音声は、ならないのかな？個別というか、特別な音声はなし？トリガー。メビウムシュート、スペシウム光線、ストリウム光線、シュアッ！ハッ！おお、三人同時攻撃みたいで、なんかゴージャス。ただ、合体音声的なものは、なりませんね。それでも、3枚リード、できるんですね。さらに、
銀河 X ビクトリーもいけるそうですから、やってみましょう。銀河さん。ウルトラマン、銀河。ビクトリーさん。ウルトラマン、ビクトリー。X さん。おー、いった。ウルトラマン、X。これも連続変身かな。フュージョンアップ。おお、専用音声トリニティフュージョン。そしてトリガーを押すとトリニティフュージョン。ああ、必殺技音声はなし、音声のみ。トリニティフュージョン。おお、でもなんかこれは今後テレビ本編でもこういう合体が、合体というか協力技があるってことですかね。素晴らしい。さらに銀河とメビウスで別のフォーム音声も鳴るそうですから、これもやってみましょう。僕も初めて鳴らします。どんなのかな。銀河さん。ウルトラマン、銀河。メビウスさん。ウルトラマン、メビウス。青と白に発光してフュージョンアップ。メビウムエスペシャリー。変身音声としては銀河とメビウスと連続で流れて、特別な変身音ではありませんでしたが、必殺技名が合体してて、ちゃんとオーブのフォームになりましたね。必殺技は？銀河エスペシャリー、メビウムシュート。はい、必殺技は専用のものではなくて、銀河エスペシャリーとメビウムシュートが連続してなりました。はい、ということでデラックスウルトラフュージョンカードホルダーとソフビのウルトラマンオーブを紹介しました。ソフビはカードもライブサインもつきませんから、遊びの幅がちょっと減っちゃいましたけど、相変わらずお手軽な価格で買えますし、カードホルダーはテレビ通りの1分の1サイズでクリップもついてて装着できますから、相変わらずオーブ系はなりきり度が高いですね。それと現時点で公開されてない組み合わせ音声がまだまだあって、これは連動音声探すのも楽しいですね。以上、ウルトラマンオーブデラックスウルトラフュージョンカードホルダーとウルトラヒーローオーブウルトラマンオーブの紹介でした。